はい、はるか。今回は実装された時から、ポンコツだった B-F1QG10 です。メッサーファンの皆さん、だいぶ待ったであろう、強化がついに来ました。内容はパフォーマンス向上。わぁ、もっと高速度強化とかさ。まあ、ポンコツ機体のステータスである、速度については、今回のアップデで強化され、だいぶマシになりました。上昇しながら、加速するメッサー、見て涙ぐんでおります。ラボ機器が修正され、鬼精度の対空砲が復活し、リードアングルが小さいのに戻りました。そのため、気持ち遠距離での命中率が下がった気がしますね。で、気になったのがメッサー含むドイツ機の火力ダウンです。結構当ててるのに全然落ちないんですよね。メッサーは久しぶりに乗ったので、エイムが合ってないとしても、クオッケでも、アゴスビにめちゃくちゃ命中させたのにピンピンしてました。なんで、それのせいで結局、ポンコツ機体止まりです。まあ当てれば落ちますよ。多少でも追いつけるようになったのは大きいですね。